皆様こんにちはただいまより第94回成人病公開講座を開催いたします今回のテーマはがんの予防と検診今の時代はがんにかかってからではなくえ予防こまめな検診だと思います先生方の講演を楽しみにしたいと思いますそれでは最初に、えー、大阪国際がんセンター 院長佐久間正と先生にご挨拶の方をお願いしたいと思います。えー、皆さんこんにちは、えー。大阪国際がんセンターの病院長の佐久間正とです、えー。今回で94回ということですからかなりあの長い歴史を持つあの講座だと思います。 二十、えー、何年ぐらい続いてるんじゃないかと思いますけれども、えー、と今日はですねあのあの普段なんかこう不思議に思っているというか素朴な疑問といいますかそういうようなトピックスがんに関するトピックスですねタバコの話とか遺伝子の話とかそれから、えー、検診が。あ えー、検診理解ということで、えー、実際どのようなあのなんつうんですか、えー、状態になっているのかということを、えー、それで、ね、あの適切なあの講師の先生方に、えー、話していただくということになっております。ああ皆様あの、えー、最後まで、えー、聞いてくださいと。はい、ザコン先生ありがとうございました。 えー、それでは、えー、第94回成人病公開講座がんの予防と検診開催させていただきます司会は大阪国際がんセンター副委員長大上正之先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、この回はですね大阪成人病予防協会と大阪災害協会が主催になっておりますけれどもこのですね本日のテーマでありますが,がんの予防と検診というのはこの大阪成人病 養護協会の肝,肝のテーマでございましてですね、まあ、このレベルでがんを予防できれば、みんな治ってしまうということで、非常にここに注力を注いでいるわけです。えー、今日はです、ね、非常にまあ有名な3人の講師の先生に、えー、このテーマを語っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 はい、まず最初ですけども、えー、大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部部長補佐の、えー、田淵先生よろしくお願いいたします皆さんこんにちは大阪国際がんセンターがん対策センターの田淵孝博です本日はですねあのメディアが伝えないがんの確実な予防方法ということでまあ 本当の意味で確実なっていう方法はないんですけれども、まあ、ちょっと皆さんに聞いてもらおうということで,です、ね、そういうタイトルにさせてもらいましたしかもですね話の内容としてはあの私が主に取り組んでおりますタバコ対策に関係したような内容にもなってますのでその点もご了承いただきたいと思いますとはいえですね初めはですねあのがんの予防にも何にも関係ないようなあのタイトルから始めさせてもらうんですけれども 健康を守るには何が必要かということから始めるんですけどここでいう健康っていうのはですねまあ私をやってますのでまあ健康が大切っていう言いがちな立場なんですけれども健康だけが大切とは思ってませんあの健康よりも幸せの方が大切だろうっていうふうに思ってますなんですけどもうすでに世の中にですねじゃあ幸せになるためにはどうすればいいのかっていう研究がたくさんあってですね そういう研究の中でまず第一に健康であることっていうのが幸せになるために重要な要因なんですよっていうことが分かってるんですねなので世の中の人みんなを幸せにするために健康も守らないといけないじゃあそのためには何をしないといけないのかっていう話になっていくわけですまだですねがんの話にもタバコの話にもいかないんですけどもこのグラフは結核による死亡の減少 のグラフです横軸が年代でですね縦軸が結核っていう病気で亡くなった人の人数を示しているんですけどもこれを見てもらいますと薬ができたことによってこの赤色のグラフのところですね結核による死亡者数が減少したので医学の進歩というものが我々の健康に寄与しているということがわかるかと思います。 これなぜ、はてなつけているかと言いますと実はここのグラフをですね100年遡るとこうなります。先ほどのグラフはこの青で囲った部分だけで,ですね100年遡ってみると結核による死亡者数というのは薬が開発されるよりも結核菌というものが発見されるよりも前の段階からですね急激に減少してきているということがわかるわけです。 これは何を示唆しているかっていいますと決して医学の進歩が重要じゃないっていうつもりはありません医学の進歩もとても重要なんですけれどもそれに加えてですね我々の周りを取り囲んでいる環境とか栄養といったものが改善してきたことっていうのが我々の健康を良くすることに大きく寄与してくれてるんですよということが分かっているわけですなのでまあ医学も重要なんですけど 環境も大切環境だけじゃなくて我々の周りを取り囲む社会全体が我々の健康を決めているんですよということが分かってきています。健康の社会的決定要因というふうに概念が呼ばれたりしますけども我々はです、ね、生まれながらに、まあ、先定性疾患を抱えて生まれてきたりする人もいます。 でそういった人も健康じゃないからといって幸せになれないわけじゃないので、まあ、そういう意味で健康だけじゃなく幸せになるためにじゃあ我々は環境を、まあ、環境とか栄養も含めてですね全体的に何をしていったらいいのかっていうことを示した図なんですけれども我々は生まれながらにですね親を選べずに生まれてきてどういったものを食べたりとかですねどういった教育を受けたりどういった ところで働いてどんな医療にかかってどこに住んでっていったことが全部我々の健康に影響を与えてくるということが分かっているわけです。なので社会格差といったものが健康格差につながるこれ矢印上から下にしか書いてませんが実際には両方向あってですね健康を害してしまったがゆえに社会的に不利な状況になるということも起きています。 とはいえですね、まあ、社会だけが重要ってわけじゃなくて我々の健康っていうのは、まあ、がんについて見ますとその社会的な影響がもちろんあって人,人,人がです、ね、それぞれいろんな行動をとるようになってですね、その中のまあ代表的なものが喫煙とか飲酒といったような生活習慣であったり健康行動であったりするわけなんですけれどもこの表はですね 日本人における五大がんについて、がんの危険因子を示したもので、縦軸はですね、エビデンスが十分に揃っているかどうか、確実なものから、まだデータが不十分なものまで、こんなふうに今の状況になっているんですよということを示したものです。 これ国立がん研究センターのホームページの奥深くにあるんでなかなか気づかないんですけどもそこから取ってきたデータでこれあの確実ってとこを見てもらったらいいんですけども,もう日本人が多くの人がなるがん五大がんを持ってきたんですけどもその五大がんのうちの4つの部位でですね赤字になっている喫煙っていうものが確実にこれらのがんを増やしますよっていうことが分かっているわけです。 受動喫煙っていうものも肺がんを増やすというふうに分かっていますし、まあ、乳がんについてだけは可能性ありの段階になっているとこれはあのかなり抑制的にデータを見た時の結果なんですね論文でかなりの数があるので確実にこうだっていうふうに言えるかどうかで判定しているので1個の研究でこういうことが言われたっていうのはまだ可能性ありぐらいにしか入れてないですよっていう形なんですそれは 今まで何年もかけてですね喫煙に関する疫学研究が繰り返し実施されてきてエビデンスが積み重なった結果としてこんなふうになっていると。なので我々は喫煙っていうものを防ぐために人々に禁煙してもらうっていうことによって確実に胃がんとか大腸がんとか肝臓がんとか肺がんを減らすことができるわけです。他の要因としてはですね 体調がんや肝臓がんを減らせるっていうことも分かっているわけですけども喫煙ほどにですねこの五大がん全ての部位に影響を与えているような要因はないということもご理解いただけるかと思います一方ですね今先ほどの図が危険因子だったんですけどこれがんの防御因子についての表なんですね防御因子っていうものはあることをしているとがんを 減らせますよっていうことなんです。先ほどの危険因子はあることをしていると癌が,が増えますよということだったんですけど、これ見てもらってわかるのは、確実にあることをすると癌が,が減らせるってわかってるものはほぼないですよってことなんです。わかってるのは肝炎の治療をやった場合とコーヒーを飲んだ場合にほぼ確実確実ではなくてほぼ確実に肝臓がんを減らせますよってことはわかってる。 だけどですね、このデータをもとに僕は皆さん肝臓がんを減らすためにですねみんなコーヒーが嫌いな人もコーヒー飲みましょうとは僕は言いませんコーヒーには肝臓がんを減らす効果はあるかもしれませんけどもカフェインの有害作用っていうものも分かっていますなのでこのデータからですね皆さんに勧めることができるようなものは何一つないということがわかるわけですなので そういういデータに今の示したデータに基づけば我々はがんを予防するためにですねまずやらないといけないことは何かというとやっぱりタバコの問題をちゃんと認識して喫煙を減らしていくということですよということになります喫煙によりより増加する疾患のリストがこれなんですけどもがんの場合はですね口腔から始まってですね肺とかい,い肝臓い臓腎臓 子宮頸膀胱大腸とです、ね、もうほぼすべての部位のがんが喫煙によって明らかに増えるというふうに分かっているんですね。さらにはがんだけじゃなくて脳卒中や心筋梗塞といったような日本人の死因の多くの原因を占めているような疾患も喫煙により増えるというふうに分かっているわけです。なので もうこれらの病気全てを減らすことができるというものが禁煙ということになるわけです。先ほどじゃあどうすればいいかということに関して言うとです、ね、社,社会が健康を決めるというのを話をしたと思いますけどもその代表例がです、ね、法律なんですよね。我々は法律に基づいていろいろ行動が変わっていったりしているとそういう意味で言うとです、ね、つい最近も実は法律が改正された事例がありまして。 改正健康増進法っていうのは2020年の4月1日にですね全面施行されたんですねその中でどんなふうになったかというと残念ながらまだ原則っていう言葉がついちゃってるんですけども原則屋内禁煙っていうふうになったんですなので基本的には屋内はもうタバコを一切吸っちゃいけないですよっていうルールになったわけですなのでそうすることによってまあ 残念ながらですね、法律の範囲内では自宅の中で禁煙ですよとかですね、そういうふうには決められてなくて、一部の例外措置もあったりしてですね、経営規模の小さな飲食店ほどまだ禁煙にしなくていいですよっていうルールになってます。でもそれはとてもおかしいことで、狭いところほど禁煙にしなくていいってなると、狭いところほど煙が充満しやすいですから、狭いところの方が受動喫煙の害大きいんですよね。そういういところほどまだ 禁煙にしなくていいですよっていうルールになっちゃってるのでそれをまあ我々は世論の力も利用してですね皆さんから声を上げて議論してもらってそれは不公平なんじゃないかっていうことを声を上げてもらってですねさらにいい法律に変えていかないといけないということになります改正健康増進法についてですね理解してもらうためにあの本を紹介させてもらって恐縮ですけども2 0 0 1年 20年4月1日は受動喫煙からの開放記念日という名前の本をです、ね、出版させていただいています。その中ではです、ね、あの漫画家の方にも参画していただいておもしろおかしくです、ね、解放改正健康増進法を理解してもらえるように4コマ漫画とかがです、ね、多く記載された本になっていますのでぜひご覧ください。内容を少しだけ紹介しますとこの右下に上げているこのマークはです、ね、喫煙可能点の場合には こんななな標識をつけけいいいいといけないですよっていうルールがあるんですけども JT が作った標識の例を載せてるんですがこの「注目」って書いたところ何があるかって言いますとこれ小さくて見えないと思うんですけども JT の作戦が小さくして見えなくしようって作戦なんですね。なぜそんな風にするかっていうとよっぽど JT はこの見えなくしたマーク何を示してるかっていうと20歳未満の人は立ち入り禁止ですよってマークなんですけど。 それを JT の人はよっっぽど知ってししくないんでしょうね20歳未満が立ち入り禁止の場所だっていうマークをこんな小さくてもいいんじゃないかっていう案を出して紹介しているわけです。本当にタバコ会社っていうのはひどいことをやってますので皆さん騙されないようにです、ね、してもらったらというふうに思います。禁煙するといいことがありますっていうのはですねもうすごくよく分かっていて禁煙すると今の時代ですね呼吸機能が 悪いっていうのは新型コロナのリスクでもあるのでもう新型コロナ問題に関係しても禁煙するとすごくいいことがあるよということがまあ、この表を見てもらったら分かるんですねは前半で話しすぎたのでちょっと後半飛ばしていきたいと思いますけどもあの新型コロナウイルス感染症問題にここから少し触れます新型コロナウイルス感染症問題出てきてすぐの時はタバコを吸ってると 新型コロナウイルス感染症が重症化するとは分かってなかったんですけど当然そうだろうと僕は思ってましたそれなぜかっていうと同じコロナウイルス感染症の m ー r s とかです、ね、インフルエンザウイルス感染症でタバコを吸っていると感染リスクも重症化リスクも優位に高いですよってことがもう分かってたんですよねなので今回の新型のコロナウイルス感染症も当然そうだろうと思ったらやっぱりそうだったと。 いうことがデータででも検証されてですねそのデータがどういう国から出てるかっていうとアメリカとか中国とかですね韓国からといったデータでメタアナリシスがされてそういうデータが検証されてるんですが本当に残念ながらここの中にですね日本のデータがないっていうのは日本のデータ整備がうまくいってなかったりとかですね研究がうまく進んでないっていうことを表しているというふうに思います。新型コロナ問題でですね 言うとその残念ながらですねあの社会っていうのはタバコ問題をすごく軽視する風潮にあるんですねそれがこの診療の手引きにも出てましたっていうことを紹介しますこの重症化のリスク因子として僕は先ほどの論文のデータがあるっていうのを知ってましたからこの喫煙っていうのは重症化のリスクですよっていうふうにすぐ入れて世の中の人に禁煙を啓発するべきだというふうに思ってましたがしばらくの間このまだ 知見が揃っていないってていいいななううような状況に置かれてたんですねでようやく第4.1版っていう時に喫煙っていうのがこの重症化のリスク因子ですよっていうふうにされたんですけどもその時に6番っていう文献がついていてじゃあ6番の文献出版されたのをいつかって見るとですね実は2020年の4月にはもう出てたんですよね僕これすぐ知ってたんでもう喫煙はこっちに入れるべきだっていうふうに 言ってたわけけですけどもじゃあそれが実際入れられたのいつかっていうふうに見ますともうこの第2版の5月の段階にはこの論文出てたわけですけれどももう12月になって第4.1版になってようやく喫煙がこっちに入ったともう8ヶ月ぐらいの間ですね もっと早くにこっちに入っていればよりもっと早い段階で禁煙を進めるっていうようなことができてたはずなんですけどもでもまあ今からでもですねあの遅くはないのでいつからでも禁煙してもらったらというふうには思いますけれどもそういうふうに喫煙問題を軽視するっていう風潮がまあ社会には至るところにですね実はあるんですよということをですね知ってもらいたいなとも思います。喫煙者の死亡リスクをですね、まあ 見てみますと実は高齢者の死亡リスクに匹敵するぐらい大きいリスクになってましてこれ新型コロナウイルス感染症で死亡するリスクを見たものなんですがどちらも約2倍ぐらいのリスクなんですねじゃあこういったことからどういったことが言えるかというふうに見ますと今社会を挙げてですね新型コロナウイルス感染症問題を収束させようとなんとか対処していこうとてしている中でですね あのじゃあどんなふうなことが求められるかというと重症化を予防すするることが求められるわけですそ,のその時の方策としてですね高齢者を若返らせるっていうことはできないのでケアが必要なんですけれども喫煙者については禁煙できるわけです。なので我々は しっかりできることをやって新型コロナウイルス感染症問題を収束させていきたいとその時のできることの一つが喫煙問題であって禁煙させるっていうことですよということです。でこれはですね「健康日本21」でも取り上げられている日本人がどういった理由で死んでますかっていうことのリストなんですけれどもここで重要な観点はですね予防可能なということで喫煙が第一高血圧が 第2でこの2つの要因がダントツで日本人の死亡に関係している要因なんですけれども喫煙の場合は禁煙することできるわけですよね高血圧の場合にもほとんどの高血圧は生活習慣を整えたり薬を飲むことによってコントロールできると分かっているわけですなので我々は このあと遺伝子の話とかもありますけども基本的には変えられない遺伝子っていうものをどうにかするっていうんじゃなくて変えられるものをどうにかして将来の健康を作っていく予防していくっていうことにもう少し力を入れてもいいんじゃないかなというふうに思っています最後にですねあの時間もないので少し話を飛ばさせてもらってですね最後にですねあの対 で行われた脱タバコメディアキャンペーンの動画があってですねあのこれがとてもいい内容で約2分ぐらいですので皆さんぜひご覧ください。<music> いかかがだったでしょうかこの動画でですね伝えたいことは単純に読むとですねあの喫煙している人が自分の問題だと思っていないということに読まれるかもしれないんですけれども実はですねあの僕が伝えたいことは他にもあってですねタバコ問題を自分ごとにしていないのは医療従事者とかも含めてみんなですよということをお伝えしたいと思います。あの先進国のの中でですねあの 患者さんにタバコをやめた方がいいよと禁煙のアドバイスを受けましたかという質問を先進国でするとですね本当に残念なことなんですけども日本の患者さんが最も禁煙のアドバイスを受けてないということが分かってますもう医療従事者日本の医療従事者がですねタバコ問題を自分ごとにできてない証拠なんですよね。 まあ一言ですね医療従事者の言葉っていうのは重たいですから一言でもタバコ吸ってますかってちゃんと聞いて吸ってるんであれば禁煙した方がいいですよっていうふうに言うのが禁煙のきっかけになるって分かってますからもうほんの一言声かけるだけでもポスター貼るでも,もう効果があるって分かってますからそういうできるところからですねあの禁煙支援をみんなで進めていけたらいいなというふうに思っています。 ご清聴どうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました質問してもいいんですか今岡先生タバコ吸ってても癌にならない人九十歳まで吸っててならない人それは中にはいるんですよでも確率的に見たらもう明らかに確率通りに死んでます もうよくね歌舞伎俳優なんかがもうすごく吸ってるような人が50代で死んだりしたらあもう意外でしたよもうそんな信じられないとかいう記事が出るんですけど僕からすると数字通り、りもう数字のそのまま死んでるだけやなって思いますよ <laughs> もうそういう人が確率的にはもうタバコを吸ってたらもう男性の場合だと50代とか50代後半とか60代で死ぬのは当たり前で多くの場合はそうなってますから実際。 <laughs> なので、まあ、中には確率論から外れる人もいてあとそ,のいそれこそ遺伝子的にもですねその喫煙に強いタイプと弱いタイプ本当はいるんですよね本当はいてでもそこを殊こ更に言う必要ないぐらいタバコの害は大きいのでみんなやめてもらったらいいだけなんですよ。なののでそういういたたまたま奥さんの方が その悪いって場合もありえてそれはもう自動喫煙の害なんかもそうなんですけど今日詳しく話できませんですけど自動喫煙も自分が吸ってる場合と同じくタバコの煙を量多く吸わされたなら今日挙げたリストと同じような病気全部になると思います自動喫煙でもでもそれは研究が難しかったり実際には世の中にはいろんなグラデーションで自動喫煙が存在しているので分かりませんけど基本的にはもうそういう問題でもう自動喫煙の場合であってももう同じ病気になるだけなのでまあ 運が,運が悪いとかそういう問題じゃなくてタバコを吸ってるっていうのは他人に危害を加えるってことなんですってことをです、ね、やっぱり知ってもらわないといけないなと思いますね大体いい喫煙率は一般の方、男女で30、10ぐらいで医師10って、まあまあまあ、前そんなデータは覚えてるんですけど今でもそういうことかとはもう一点はあのそういういわゆるはえ紙まぎタバコって言うんですか電子タバコ 新型タバコ問題はですねやっぱり日本で自分ごとにしな,しないといけない理由があってですねあの例えばアイコスっていう一番シェアが多い新型タバコの鑑式タバコのブランドあるんですけどそれのシェアの8割以上実は全世界で売られてるんですけどシェアの8割以上は日本なんですよ実は8割っていうのはもうほぼすべてですからもう日本でほとんど使われてる鑑式タバコっていうふうに思ってもらって。 そうすると日本からしかデータ出せないんですよ。なので僕があの本当あ,のある意味皮肉なことですけど加熱式タバコの研究に関しては世界一ですって胸を張って自負して言えてます。いっぱいいいペーパー出してますもんね。<laughs> <laughs> なのででもそれはとても皮肉な話で、まあ、日本でタバコ問題を研究してたのがたまたま僕だったのでそういうふうになりましたってことなんですよね。なのでタバコ問題は 日本でこそやっぱりみんな自分ごとにしてもらわないといけない問題で実際今いろんなことが起きてるんですよねすごくでも実際にマンパワーが全然足りてないので,でかさっき言ってた質問につながるんですけど紙巻きタバコが減ってるんですけど加熱式タバコも実は加味すると喫煙率ここ34年全然減ってないですうもう加熱式タバコの,あのまやかしで喫煙率紙巻きタバコだけで見ると減ってるように見えたりするんですけど なので、それも統計も追いついてなかったりしてですね。ちゃんと調べて調べられてなかったりします。先生、どうもありがとうございました。いろいろ聞きたいんですが、終わりませんので、どうも先生立派なペーパーいっぱい書いてますので、また読み解きます。ありがとうございます。はい、では次は私、ね、当センターの遺伝性使用診療科遺伝カウンセラーの井上先生よろしくお願いいたします。 皆さんこんにちは私は大阪国際がんセンターの遺伝カウンセラーの井上と言います今日はがんは遺伝するのか遺伝的視点から考えるがんの予防と検診というテーマでお話しさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします今日のお話ですけれどもどうして癌を発症するのか遺伝子とがんの関係そしてがんの成因としての環境要因と遺伝的要因について 遺伝性腫瘍と検診、こういった流れでお話しさせていただきます。まず、どうしてがんを発症するのでしょうかがんは細胞の中にある遺伝子、遺伝子が変異を起こしそれが蓄積することで細胞ががん化するというふうに言われています。では、遺伝子とは何でしょう遺伝子と DNA について説明します。 人は40個ほどの細胞からできていて細胞の中には核というところがあって核の中に DNA という物質があります DNA は一般の人では46本ありますそしてそのうちの23本を父からそしてもう23本を母からもらい23本のペアで細胞の中に DNA が入っているわけです これは DNA の絵ですけどもこの DNA はこのように二重らせん構造をとった立体構造をしていますそしてこの2本の鎖の間には塩基というものが橋渡しをしていますこれを平坦に書いてみますとこのようになりますこのように DNA には4つの塩基アデニンとグアニンとシトシンとチミンという4つの塩基がこう並んでいてこれが 人の設計図になっているわけですそしてこの DNA の中のごく一部分2%弱のところが遺伝子ですでは遺伝子の部分と遺伝子でない部分の DNA の違いこれはど,どういったところにあるのか説明します遺伝子はタンパク質や機能を持つ RNA の設計図になっているということですこれは DNA の遺伝子の部分の絵なんですけれども塩基が並んでいます これを核の中でメッセンジャー RNA というののののがここ DNA 本差の情報をを写写し取りますこれを転写と言いますけれどもこの時に4つの塩基アデニングアニンシトシンチミンとこの4つの塩基がメッセンジャー RNA に忠実に写し取られるんですけれどもその時にこのチミンというのだけは裏汁に変わるのでメッセンジャー RNA の塩基は4種類。 アデニンとになりますこのメッセンジャー r n a は核の外にこの情報を持ち出してリボソームというところに持っていきますリボソームはタンパク質の製造工場というふうなところでリボソームの中でメッセンジャー r n a の情報はアミノ酸に翻訳されます3つの塩基が1つのアミノ酸に対応します AGC なら セリンン UGC ならシスティンこのように3つの塩基が翻訳されていくのでどんどんこうアミノ酸が指定されていくわけですそしてアミノ酸はタンパク質を作りますのでこの RNA の情報がタンパク質の、まあ、作るアミノ酸を決めているというわけです ちょっと余談になりますけれども、新型コロナウイルスのワクチン、これにファイザー社とモデルナ社のワクチンは、メッセンジャー RNA ワクチンなんですけれども、これはウイルス、ま、あの新型コロナウイルスというのは、RNA ウイルスなんですけれども、このウイルスのメッセンジャー RNA を人に入れることで、人の中でウイルスのタンパク質が作られます。 そこで、人の中でそのタンパク質を異物と認識して抗体を作っていくで、こういった原理を利用して作られたのがモデルナ社とかファイザー社のワクチンというわけです。ということで、メッセンジャー RNA の情報でタンパク質が作られるということなんですけれども、では、タンパク質というのはどういうものなんでしょうか。我々の体は筋肉とか髪の毛、そういったものはタンパク質でできています。こういった構造を タンパク質ももあありりまますすししとエネルギーにもなりますそしてたくさんの機能を持つタンパク質があります例えば代謝や消化に関わる酵素や免疫を担うつまりウイルスが入ってきた時にそれを戦う抗体さまざまなホルモンまた DNA が傷ついた時にそれを治していくそうした働きをするタンパク質もたくさんあるわけです先ほどの原因は 遺伝子の変異が蓄積するるここととにによって起いいう,ふうに言いましたつまりタンパク質を作る設計図が壊れてしまうので正常なタンパク質が作れないまたは異常なタンパク質ができてしまうそういったことで癌が発症してくるわけですでしたら DNA に傷がついたことを防いだりまた傷がついてもそれをちゃんと治していけたら癌にならないということになりますそれではどうして DNA に傷がついていくのか それをちょっとお話します実は我々の知らないところでたくさん DNA っていうのは傷がついています例えば病原体であるとか紫外線放射線タバコなんかの発がん物質や化学物質この辺りはちょっと分かりやすい部分ではありますけれどもちょっと分かりにくい部分でも例えば 細胞が体の中で分裂する時に同じ細胞を作る時に DNA の複製をしますけれどもその時にコピーミスが起こったりまた強いストレスがかかって活性酸素がたくさんでき活性酸素が過剰に排出すると DNA を傷つけたりしますそういったことで日常茶飯事たくさん DNA が傷ついてますでがんの発症の線維を環境要因と 遺伝的な要因と2つに分けて考えり、考えて、そのそれぞれの要因が積み重なってある域。行き、地ある行き、地を超えると癌を発症するという風な考え方をすると。このオレンジの部分環境要因というのは、ある程度人の力でコントロールできる部分ということが言えるかと思います。例えば、a さんと b さんは遺伝的には同じぐらいのがんになりやすさを持っていたんだけれども。 B さんは環境的な要因の暴露が多かったのでがんになった C さんは比較的がんになりやすい遺伝的な要因を持っていたんだけれども環境の暴露が少なかったのでがんにはならなかったというような感じでこのオレンジの部分を減らすことができたらがんの発症リスクを減らすということも可能というわけですではがんの予防のために何ができるのでしょうかこれは日本で行われた研究 10万人以上のデータを集めたコホート研究なんですけれども、健康的な生活がどれだけがんの発症リスクを減らすのかということを研究したものです。例えば、禁煙、これを行うと、まあ、男性ですと30%程度、女性でも 20%, 20ちょっとはがんのリスクを減らす。また、適度な運動をすれば10%程度がんのリスクを減らすということがこの研究では示されています。また 今、同じ研究なんですけども、この禁煙、摂取、減煙、適切な運動と適切な体重を保つ、この生活習慣のすべてを実践できなかった、または1つしかできなかった人に対して、すべてを行った人というのは、およそ4割程度、がんの発症のリスクが減ったというふうに、この研究では報告しています。ですからこの オレンジの部分ですね。このオレンジの部分、間接的にも直接的にも DNA の傷を増やしてしまう。そういったような要因を減らすことは、がんの発症リスクを減らすということに繋がっていくわけですし。今度はこのブルーの部分ですけども、遺伝的な要因というのは、 すごくくかりにもともと生まれ持ったものということなので人の力でコントロールすることはもうほぼできにくいということになりますけれどもこの遺伝的な要因についてお話しします先ほどの絵ですねこれは DNA の絵なんですけども片親からもらう DNA の塩基の数というのはおよそ30億ありますそしてこの30億の塩基が4つの塩基が、ね、どのようにふうにどんなふうに並んでいるか これが読み解かれたのが2003年でまだ20年も経っていないんですね。でこの塩基の配列というのは人類では共通しています。ですから人から生まれるのは人これはこの DNA の塩基の配列が決めていることです。しかし実はこの30億のうちの0.1%程度それぞれの人で違う部分があります。30億の 0.1%なので300万ほどあるんですけどもね300万箇所ぐらいみんなちょっと違う部分があるそしてたくさんの人が共通して持っている TN の塩基の配列の違いのことを多形という言い方をしますこういったところが個人のいろんな個性または体質というのを生み出しています例えば外,外見的な特徴というのはほぼこの多形というのが決めていて例えばあのー。 黒人と白人の肌の色の違いとか髪の毛の色の違い瞳の色の違いとか背の高さそして血液型とかアルコールに強いのか弱いのか運動能力が高いのか高血圧になりやすいのかそういったような体質とか個性の部分というのはこういったあの多型というのが決めているわけなんですね。そして遺伝的要因といううののは、このように、 えー、たくさんの遺伝子が関与しているということがこの遺伝的な要因の中に入ってきますがんのほとんどはこの単因子疾患といってたくさんの遺伝子が少しずつ関与しているそしてそれに加えて環境要因も関与しているそしてがんが発症してくるということになりますけれども比較的遺伝的要因が強くてがんになった人もいれば環境的な要因が強くてがんになった人もいます この DNA の個性の違い、多型についてちょっと例を挙げてお話しします。アルコールは肝臓で代謝されてアセタルデヒトというとっても有害な物質に変わりますけれどもそれをアセタルデヒト脱水素酵素という ALDH2 という酵素が酢酸,酸に変えて無毒なものに変えますそしてこの酵素を作っているのが ALDH2 という遺伝子です。 でこの遺伝子には2つのタイプがあってもともとあったタイプがこの N 型でアセトアルデヒト分解能力が高いタイプそれに後であので変異して起こったのがこの D 型でアセトアルデヒト分解能力が低下しているタイプです人には NN 型つまりアセトアルデヒト分解能力が高いとても酒に強いタイプの人と DD 型全く飲めない まあ、下痢と言われるようなタイプの人とあと両方入った、まあ、少しは飲めるんだけども顔が赤くなりますよとかいうタイプの人この3種類あるんですけれども例えばお父さんが全く飲めないタイプでお母さんが少し飲めるタイプの場合はお父さんと同じような、まあ、下痢のタイプが50%の確率でお母さんと同じタイプが50%の可能性で生まれますけれども修行の人は生まれないということになります。 またお父さんとお母さん両方とも少しは飲めるんだけども弱いですよってタイプの人はタイプの2人から生まれた子供というのは4分の1の可能性で主語タイプそして4分の1で下痢タイプそして後の半分50%の可能性でお父さんとお母さんと同じタイプの人が生まれるということになります。こののアアセトアルデヒト脱水素酵素酵 作る遺伝子 LDH2 という遺伝子ですけれども、塩基が遺,伝子です遺伝子の塩基が並んでいます。そして1510番目のこのの1510番目のグアニンがアデニンに変わったタイプというのがお酒に弱いタイプです。1510番目、ここですね、グアニンがありますけれども、ここがアデニンに変わるということは、初めの、えー アミノ酸は ATG から始まって最初はメチオニンなんですけども次にロイシンとこのように3つの塩基で1つずつアミノ酸を指定していきますけれども504番目のアミノ酸のところはこ、えー、この GAA という並びがもともとあったタイプこの場合はグルタミン酸ができるんですけれどもこの変異のタイプこれがアデニンに変わったタイプになるとここが A になるので AAA という並びになりますそうするとこの AAA から指定されるアミノ酸はリジンに,リジンになるのでリジ,ン型リジン型の人は504番目のアミノ酸がグルタミン酸からリジンに変わるタイプこの人はお酒に弱いということになりますそして日本人ではよく半数が弱いタイプということになりますので弱いタイプの人は毒性の強いアセトアデルヒ人が体内で分解されにくいので 長時間とどまる、そして食道がんやン頭がんのリスクが高くなるというふうに言われています。ただ、がんの発症はこれだけが決めるわけではないですし強い、すごく強く影響しているわけではないんですけれども、では強い人というのは何本飲んでも大丈夫なのかといったら、ま、もちろんそうではなくて、強い人はやっぱりたくさん飲む傾向がある。そうするとやはり分解があの 肝臓で追いつかなくなくるまた肝臓の他の疾患ですねあの脂肪肝とか肝硬変とかそういったことが今度は肝臓がんのリスクを増やしたりとかいうことがありますので、まあ、飲める人も飲めない人も飲みすぎない方がいいということになります。ちななみみに欧米人は99.9% 99. ぐらいい NN 型でみんな強いタイプということなので日本人に比べると欧米人にはアルコール 中毒の人が多いといいとううふうに言われていますこのように、まあ、これはアルコールの代謝についての個人差の部分の話をしましたけれどもこれだけじゃなくて例えばタバコにはたくさんの発がん物質が含まれていますこの発がん物質の一つ一つに対してやはりその代謝における個人の能力というのはこういった多型で違ってくるということなので タバ,コにタバコは先ほどね話ありましたように体に良くないのでもちろん吸うべきじゃないんですけれどもタバコをたくさん吸ってもがんにならない人もいるっていうのはこういった個性の部分の違いというところがやはりその毒性に対する抵抗力というのも個人で違いができてくるということになるわけです。 そしてこのような多形の部分の違いこれが病気に与える影響ということをたくさんの DNA を解析して見つけてくるそういったポリジェニックリスクスコアというスコアがあるんですけれども例えば乳がんになった人を数万10万とか集めてきてみんなの DNA をずっと全部解析してそして共通している あの多型を見つけてくるでその多型が統計的に本当に有意にその発症リスクを増加させるかどうかということを研究してそういったスコアを作るということがもう実際行われてますでまあ、どんな病気になりやすいかを知ることで いろんな対策が取れるわけなのでもう近い将来的にはいろんながんまたは生活習慣病でこういったリスクスコアっていうのが算出されて DNA を調べて自分がどんな病気になりやすいのかっていうことが分かる時代になるというのは、まあ、超遠くない未来だというふうに思います。で先ほどの例、ね、ですけれども、まあ、A さん B さん C さんはそれぞれ個,性個人的なあの遺伝的な部分で がんになりやすさというのは少し違うんですけれども D さん、E さん、F さんというこの3人はもともとかなりがんになりやすい体質を持っていますこういった人たちを遺伝性腫瘍の本因者というふうに言いますけれども遺伝性腫瘍というのは全体の腫瘍の中の5%から10%ぐらいですそして遺伝性腫瘍というのは1つの遺伝子が強い影響を持って起こるがんです 1一つの遺伝子の病的な変異を生まれながらに持った場合がんのリスクが高くなるというのがこの遺伝性腫瘍なんですけれどもこの辺りですねで遺伝性腫瘍の特徴としては若年発症であったり家族歴があったり 特定の種類のがんの発症が家族の中で集積していたりとかまた、量側多発というようなこともあるわけなんですがこういった特徴が全部当てはまらなくても遺伝性腫瘍の方はいらっしゃいます遺伝性腫瘍の原因遺伝子はたくさん見つかってきてますけれどもこの赤字で示した APC とかレッドとか遺伝子この遺伝子に変異があったものを、まあ、病的な変異があるものを、まあ、生まれながらに持っている場合大腸がんや甲状腺がんのリスクは100%になりますがほとんどの遺伝性腫瘍の原因遺伝子は、えー、この変異を持っていたとしても100%がんになるわけではありませんそうすれば特定のがんのリスクが高いということが分かればそれに対応することができます 例えば遺伝性乳がががんん群という病気がありますこれは BRCA1 と BRCA2 という2つの遺伝子に病的な変異がありそれを生まれながらに持っていた場合に乳がんや卵巣がんのリスクが上がるこういった病気ですけれどもこういった病気は2020年の4月から乳がんや卵巣がんの患者さんには条件はあるんですけれどもこういった遺伝子の検査というのが保険適用になってますし アンジェリーナ・ジョリーが受けたような手術つまり病気になる前に臓器を取ってしまうというようなこういった手術も同時に保険適用になりましたこの病気とはまた全然別なんですけれどもリンチ症候群という病気がありますこれは大腸がんや子宮内膜がんその他にもいく いいろんんなななががのリスクが上がってくるとううような病気なんですけれども、こういった遺伝子の変異を持っていたということが分かっていれば若いうちから大腸の内視鏡をしたりとかいうことで病気の早期発見ということに努めることができるわけですただ遺伝性腫瘍かどうかっていうことはなかなか自分では分からないしそういったこともあの疑って で疑ううべきななのかどうかってこともかどといこもらそういう方もたくさんいると思うしまたあの分かったところでじゃあその不安がないのかがんのリスクが高いということが分かることに対してどういうふうに考えていけばいいのかといろんなねやはりあの検査をすればいいっていうだけの話ではないので、まあ、こういった病気に対して、まあ、不安を持ってらっしゃる方はぜひあの遺伝カウンセリングで相談していただければなと思います。 ただ遺伝性腫瘍でなくても血縁者というのは環境要因も遺伝的な要因も似てきますから同じ病気になりやすい傾向がありますですから血縁者のかかっている病気については早めの検診をするということは大正解なわけです遺伝性腫瘍を心配されている方はぜひ当院の遺伝カウンセリングでご相談ください井上先生どうもありがとうございました 何か皆さんございましたらフリーゼーあのリンチ症候群になった時の検診っていう話がありましたけどそれは保健診療ででできるんですか大腸がんとかになられててそれでリンチ症候群が分かった場合はその大腸がんについてはやはりその病気の延長線上で検診はされていくと思うんですけれども他の例えば子宮がんとかの検診というのは 保険適用にはならないですし、本社の場合、全く病気になっていらっしゃらない方は何も保険が効かないということになります。まあ,あの遺伝性乳がん、卵巣がんでもそうですけれども。はい、先生どうもありがとうございました。次の検診に続けていただきましてありがとうございます。えー、それでは今日最後になりますが、当センター先人病ドクタ主任部長の向井先生よろしくお願い,いたします。 よろしくお願いします大阪国際がんセンター成人病毒科の向井と申しますよろしくお願いしますちょうど今まではあのまあ、が,んがんの発見するまでといいますかがん治療を行う前の話はたくさんございましたが、えー、私ドッをやっておりますけども少しその後の話なんかも今日はお話したいと思っていますしかしその前にですねやはり皆さん方は一番興味があるのがやはりこのコロナですねコロナウイルスまあ、COVID-19 というんですが COVID ナインティのパンデミックつまり世界中にずっと広まってしまったというまあこういう恐ろしい状況が起こったので、それが人間特にどのような形で影響しているかという話をしたいと思います。ど、え、う、ー、これは C O I です、えー。今日のお話はあの私厚労家県に入ってますのでその一部をお使いしてお話しさせてもらおうと思ってます。えー、まあ今日の話でしか申しました、ね、まず最初前半はですね新型コロナウイルス感染症 COVID-19 パンデミックというんですがそれに対して人間ドックがどのような形になっているかという話その後にポストコロナ時代の新しいがん検診特に今日はそのがんが見つかった後治療が終わったらどうするかなという話も加えていきたいと考えておりますまず最初はパンデミックの話ですこれは森さん知っていると思いますが最初ですね2020年の最初4月ですねもう1年2年 1> 1年ちちょっと経ちますかねで最初にあの政府が緊急事態宣言を出して、えー、その後厚生労働省の保健局から通達が参りまして人間ドックだめだよという話になったんですがとその後我々は中止したんですがその頃こんなもんやったんですよね皆さん知ってますよね12345と言ってるんですが最近はここまでいきまして第6波あすみません、えー、よいしょ。 ももうこんなな形でもう振り切れててまますすけどもなってますただ、いろんな形で状況変わってます。我々はそれに対して対応しないといけないと考えてまして、えー、どうするかという話を今日します。これ,ちなみにこれはオランダのデータなんですがちょうどそ COVID-19 のパンデミックが始まった頃要するに感染が広がりますとどうなったかという話、まあ、これはちょうどです、ね、新患、患者さんのデータを見てますオランダの話なんですが感染直後はもうが減るんですよガン患者さんが減ってるんです。 COVID-19 でがんが減るわけはないんですが少なくともがん患者さんが減っています、えー、ところがですねその後今度は、まあ、当然オーバーシュートしてまた戻ってくるということを繰り返しましたこれがオランダの話ですでどうなったかと言いますとさらに日本全国世界全国で起こったことは COVID-19 優勢のです、ね、緊急中中治療体制ですよどんどん患者がなくなっていきますのですべての医療体制が ICU も含めて COVID-19 に集中してまいりました でその結果どうなったかというと救急病院はですね、当然 CO、COVID-19 中心ですから COVID-19 以外のいわゆる緊急ケアには影響が出ましたので通常の医療サービスが遅れたり低下をしましたし一般の病院はですね、さらに今度は COVID-19 にシフトしてますから、えー、慢性疾患、高血圧、糖尿病などの診療が全くできない状況になってまいりました。これはアメリカのデータです。 アメリカではどうなったかこれがんの患者でまた見てますがやはり同じ結果なんですがこれと分かりやすいので乳がん、大腸がん、肺がんす臓がん胃がん食道がんとい有名ながんが出てますが特に最初の方の乳がん、大腸がん、肺がんあたりは実は検診レベルで引っかかるがんですよねこういう見つけやすいがんさらに頻度が高いがんに関して明らかに COVID-19 の感染によって減っております。ですすから何度も申しまが が流行ったから診断が減ったわではなくて診断できなかったと考えてください。我が国でもこれはがん、えー、センターのデータですね、えー、2016年からずっとがんは増えてるわけですけども2019年最も増えてましたが、えー、COVID-19 が流行りますと、えー、一気に6万人減りましたというです、ね、皆さんこれ新聞でも見たと思いますがん患者さんの診断が減ったわけではないんですね、えー、それを証拠にですねこれはその後を見ています。 えーまあ、これは胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんを見ている、まあ、これ、検診で日本で一番力を入れている検診のがんなんですが、2019年からどんどん減ったわけですね、しかしこれは検診ですよ、検診受診者が減ったわけですけど、だからがんが減ったんですが、検診は今、戻ってきてますので、これからがんがいっぱい見つかるだろう、つまり、我々わながんセンターの医者はこれからもっと大変だということですね、たくさん患者さんが押し寄せて,寄せてくるだろうということが今、危惧されています。 しかしながらこの重要なですね胃がんとか肺がんとか乳がんとか最も我々が危惧するがんが診断できてないという大問題になっているわけであります。で、まあ、もう少しそれを細かく見ますと要するにですね COVID-19 があったら皆さん方も今現在はそうなんですが予防するために外出を控えているわけですよ。医療的要因としてはさらにですね自分が病気をうつるのは怖いからもう病院には行かないと。 自分調子悪いんですよお腹痛いかもしれませんがちょっとやめておこうと今見たらおそらく早期がんで見つかるのかもしれませんが大腸がん見つかるはずがちょっと半年先にしようかなとでもあとお金の問題もあります決して景気は良くないですですから病院行くの高いからやめておこうかなとドックもめんどくさいなあという話になったわけでありますそうしますと当然病院への受診控えそれから人間ドックなんかも次ですよねで当然がんの発見が遅れてがんが減ったと。 ですから、その間です、ね、必ず約1年、2年空白ができますので、がんは進行、重症化の可能性がたくさんあると考えられています。だから、ドックなんです。もう今さら間に合わないわけではなくて、今ももちろん頑張って、うちの病院はも火もの車で走っていますが、実際にやはりこういうとここそ予防的医療が必要だろうと考えております。実際我々々のドッはどううなっってているかととますす、まあ、順調に当然うちも着々盛り上ががたんですが、えーやはり 当,当年、ですね実際100名減りました、えー、2ヶ月は閉鎖しましたので60名減ったんですがこの方々がどうなったかという話を最後にしたいんですが翌年、今、今年何なんとか頑張って盛り返してましてまだ V 字回復までは行きませんがたくさんの方がドックにおなっていますちなみに60名の方は無理やりもう1年先に来てもらったんですが2名ほど早期がんが見つかりました逆に言いますとこのドックに来てなかったらもう1年飛んでますとおそらく進行がんになった可能性がありますよね。 その方々は幸いにも2名ともあっという間に直しちゃったんですが、そういうことが起こるということです。ですから、この COVID-19 はですね、とても大きな、大きな世界的な実験がなされました。つまり、医療がどれぐらいこの病気を見つけるのに意味があるかという話なんですね。ですから皆さんぜひこれを見ている方は、ドックに来てください。こう話をします。じゃあ、 ポストコロナどうするかと、我々はですね当然同じドックをやってもですねお客さんは来ないと考えています。お金もなくなっているし、病気もと、だけど、こういう情報をまず流すことが大事なんですが、さらに新しいことをして、やはりより、ね、皆さん方に多くの方にドックを抜けてもらおうという工夫を今、考えています。まあ、今日はその新しい話をちょっとしたいと思います。まだ、あ、全,全部行ってはないんですが、これからやりたいなということも含めて、おそらく日本全国、これからこうなるだろうという話をしようと思っています。 これはあの、まあ、ポストコロナ時代の新しいがん検診と書いてますががんの診療というのはさまざまなステージがありますがんの発症予防というタイミング、まあ、これがまさに今日のドックの話ですが実際には、えー、今大和先生が大腸がんを治しておられますけどもがんの診断と治療計画を立ててがん治療これが私ども大阪国際がんセンターの仕事でありますしかしそのあととても今成績がいいんですよねそうしますと皆さん生き残ってきますので がんサバイバーが増えるこれをどうするかというところを少し話したいと思っています一つはこの先生医療ちょうど今井上先生がお話になりましたが遺伝性腫瘍に対してどうするか、えー、少し質問もあったんですがお金がかかるに違うかと確かにお金がかかるんですがどのようにそれを見つけていくかそれからもう一つはさっきから申してますようにがん治療が終わった後 大阪国がんセンターを卒業しましてさあ元気になったかなというとかまた病気になるんじゃないですかコロナウイルスかかりやすいんじゃないですかという話をしながら見る毒をがんサバイバードックと言います。 で当然、我々は通常のドックは現在も行っていますようやく V 字回復していますので、えー、たくさんおいでいただいていますがやはり人間ドックの基本はがんの早期発見早期治療ですこれは私どもがんセンターが最も得意なところなので頑張って行っていますし成績とてもいいと聞いておりますしかしながらもうちょっと新しいことをしたいなとちょうど今井上先生がおっしゃったんですが実は遺伝性の使用というのが大きく今変わってきていますでちょ井上先生が2つ取り上げた、まあ、1つはこれですね遺伝性乳がん卵巣がん症候群 ブラック遺伝子がありましてアンジョナ・ジョリーさんの有名な話ですがこの遺伝子の異常を持ちますと乳がん5%卵巣がん15%大たこれぐらいあるだろうと言われてるんですがなぜこれが問題になったかと言いますとやはり若くしてがんに罹患する人がおると。 それから家計内に何度も何度も皆さん多くの方ががんに何回もなるそれから特定のがんが多いいますよね、皆さん気づいてました、前から分かってました、これ大腸がん、大井先生のご専門の大腸がんで示しますとこの遺伝性の腫瘍症候群約5%いると言われています、しかし家族性のですね、習得性を持っているようなまあ大腸がん、い,いっぱいおるよねという人は合わせますと全体の3割ぐらいの方がなんとなくがんがいっぱいおるよねというのが分かっています。 全員必ずしても遺伝性ではないんですがしかしこの方々はなんとなくちょっと注意しないといけないよねという話になると言われていますでそれがさらに研究が進みましてえ実はこの遺伝性の腫瘍の中にえ治療法も見つかりつつもです、ね、原因が分かったがんがあります先ほどちょうどお話ありましたが遺伝子のです、ね、変異の場所が分かったんですね例えばアンジェラ・ジョージさんのえ遺伝性乳がん卵巣がん症候群はブラカクン1、2ですよね あと多発性内分泌腫瘍症候群とかあとこれリンチ症候群ですねこれはもうこれは大腸がん中心ですがこのあたりが MSI とかさまざまなものが分かってまいりましたさらにその中に治療できるものが入ってまいりました一つはブラカイ電子は先ほど手術もありましたがパープ p 阻害薬とか早めに治療できる抗がん剤が開発されてますしまさにこれはあのもう本当大井先生のお仕事なんですがリンチ症候群は MSI 肺と言い,いまして免疫チェックポイント阻害薬の効く症例が見つかってます で順々にがんなっていきますので早め早め治療すればよくなるということも分かっているそういう時代になってきたわけですからこれはなんとなく早めに対応したらどうかとさらにそれをどのようなスクリーンにするかとかそれから本人は保険診療で治療できます問題は発症してない人とご家族なんですこの方々は実は保険が効きませんので自分でお金払ってドクを受けるしかないんですがそのドクをやるところはほとんどないんですねですから我々は今準備をしています ですからこういう状況はご家族がおられたら確かに大腸がんがたくさんおられたら大腸がんになるかもしれないよねということをお考えいただいて調べていかないといけないこれが現在の一番最も進んだ形でありますでこ,ういうこういうのを先制医療といいますプロセスシメディスンです,、ね、ですからがんの発症を予測して予防すると、まあ、これ遺伝性腫瘍毒、まあ名前まだ仮名の名前ですけどもできればこういう方々はちょっとお金がかかるかもしれませんが がんになる確率性高い方それから遺伝子チェックをされてカウンセリングを受けた方で確かに娘さん乳がんになる可能性高いよねという方に関してはチェックをすべきかもしれませんぜひご検討ください今一部は始めてますので全員ではできませんがそういうことも考えていきたいと思っていますもう一つこれはあの大栄先生たちが責任があると言ったらおかしいんですが治療がとてもいいんですよがんの患者さんはものすごく良くなってまして今5年生存率が68.6% 約7割が助かります10年生存率が58.3%ですよ私もともと心臓の医者なんで循環器の病気よりも今がんのほうがいいんですよねで問題はサバイバーですアメリカに1500万人以上我が国では500万人超えていると言われています、えー、この間、丸題目のドックで確認しましたらドックの方の5%の方ががん、えー、の罹患歴がありましたつまり1億人のうち、まあ、500万人とは言いませんがそれぐらいはされているということですでどうするか 今までがん治療が終わった後の方は毒を受けておりません、ほとんど。なんでかとも治ったからですね、もう病気にならないと思っている方、たくさんおられます、そうじゃないんですね。で、まずがんサバイバーの方の問題というのは、実は、大野先生が一生懸命治されてよくなりました、だからもう落ち着きました、しかし実は治療が終わって5年ないし、まあ、大腸がん10年ぐらい見てくださるんですが、10年ぐらい見た後に、ではもういいよと言われて、新しい生活になったら、ちゃんとうまくいってるかというとうまくいってません。 あニューノーノマルと言います新しくもがんが治療が終わってもういいんだよねと言われて本当に大丈夫かなというのもありますしどうしたらいいんやろうと腸もちょっと減ってるしなんて話それから例えば、えー、じゃああとのフォローアップどうするかあと問題なのはこうですねがん治療の後遺症です特に抗がん剤僕が万期合併症というんですが抗がん剤を使った後になし手術をした後に少し傷が残っている可能性があります私一応心臓の下者なのでこの心疾患に関しては大きな問題が出ることが分かっています あとは治療後のまあ家族の問題ですね。お金の問題もあるかもしれません。もちろん、小児の方はもっと違う大きなトラブルがあることが分かっています。あとは、もちろん我々とのコミュニケーション。もう10年経ったら終わりだからねと言っても、なかなか大悟先生の仕事は忘れられないですよ。みんなそうおっしゃっています。だから赤い糸でつながりたいなという話もあります。でもう一つ問題はこれですね。実は、がん治療はです、ね、これリスクファクターといって治療前から当然リスクファクターがあるわけです。危険意子があって病気になっていきますこれ合併症の話です。 がん治療が始まると抗がん剤を使う手術をしますからどんどん悪くなってきますこの急性期の毒性と言います、まあ、心臓なんか特に悪くなるんですが治療が終わりますと回,回復寛解しますのでよくなるんですけども当然5年から10年経った後に再び上がってくるんですよこの潜在的な新毒性というんですけども晩期合併症と言いますがん治療が終わったのに5年から10年経ってまた悪くなるんですこれはいろんなと理論があるんですが今日お時間がないのであまりお話できませんが。 でこれどうするかが大問題でして、これ実はもうがんの先生方はもう見てないんですよ、でえー、実際、この治療が終わった後急性期の治療は終わるんですが、その長期にわたっての治療計画とか、晩期合併症対策はまだまだ十分ではありません、やはり急性期、慢性期でも目いっぱいやってますので、治った後はもういいよね、じゃあどうするか、サバイバーに対してはやはりこのような形で、がん治療後の合併症とか、がんが終わった後に、がんが出るんですよ。 だいたい重複がんが20%ぐらいうちの病院であるんですよね。ですから結構再発します。再発というか違うがんになる方もおられます。それから心筋梗塞になる方もおられるかもしれませんね。で、なんでこういうことが起こるかという話なんですが、これちょうどちょうど先ほど田部先生がおっしゃった話に繋がるんですが、これは昔からちょっと分かってたんですけど、癌になるときに何が悪いかというこれでコレスです。 まあ、タバコ1位ですよね。まあ、そう田先生おっしゃいました。よく見ると、まあ、こういう感染症が絡むんですが、えー、お酒とか食塩とか、運動不足とか、肥満とか、野菜不足。これ、心臓の危険因子と全く一緒なんですよ。がんと循環器系とは同じ危険因子です。ですから、がんになる人は心臓病になります。心臓病になる人はがんが増えます。これも分かりました。最近分かったんですが。ですから、これ、とタバコもどっちもめちゃくちゃ悪いことは分かってるんですけども、 ですからこれがまず共通点で非常に大事な知識になりますさらに研究が進みましてあまり細かいことは言いたくないんですがちょっと専門的な話ですけどもがんが発症するときにいろんなドライバーの因子があります遺伝子変異加齢環境それから DNA の血管がございましたね動脈硬化心臓の病気ですがやはり、ね、年を取るそれから脂質異常症高血圧糖尿病タバコ、肥満とあるわけですがこれ同じ,同じよ因に起こるんだよということが現在証明されました がん細胞は、正常細胞はがん細胞に変わるのは上皮関与転換というんです。この部分でちょうどこのように成長因子が絡んで発がんします。がんが増えていきますと、血管が増えてくるんです。この前血管新生因子が増えて、がんを増やしていきます。さらに、がんが転移しますと、それが、がん細胞が浸潤していきます。これはマトリックスメタウロプロテアーゼというんですか、MFP s と言い,います。この部分が作用して、がんが転移するんですが、実は、循環器疾患も同じように起こってまして、同じものが今度は、 血管内細胞を動脈硬化細胞に変えますし血管新生因子はちょうどこの、まあ、動脈プラークというんですが血管が裂けて心筋梗塞になることを誘発します。それからこの MPs もそうですねつまりがんと動脈硬化が悪くなる理由が同じメディエーターで起こりますので同じ危険因子を持った方は両方の病気が起こることが証明されたわけであります。で、えー、まあもうちょっと大まかな話ですがそうしますともう最近明らかになったんですが まあ遺伝子変異、先ほどありましたね、遺伝子変異があって、癌が出るんですよと、エビジェネティックの因子が加わって、さらに就職されて、癌が発がんします、さらに大域汚染とか水質問題が大きく影響しますし、生活環境、生活習慣が大きいと、これが酸化ストレスを弱気して炎症状態を起こし、細胞増殖を誘発して、アプトーシスの異常を起こして、血管震災を起こして、癌になるんですが、同じ基準がですね、実は、動脈硬化の進出を起こすことはもう証明されました、証明されました。 ですから、やっぱりこれは同じもんだとだから、がんを治す人は動脈硬化に気をつけろ動脈硬化になった人はがんに気をつけてねという話になるわけでありますということは先ほどのこの危険因子の表が出てきますが実はベースにはこの生活習慣病共通するがんと循環器に共通する危険因子があるということともちろん遺伝の問題もありますさらに、このが加わった上でがん治療が加わるとこのように急性期晩期の合併症が出ることが分かっています。 ですから人間ドック、今ここしかやってなかったんですね、ここだけね。ここちちょっと問題があるんちゃうかでもひょっとしたらこれ、ヒントがありますよね、これ、治せるかもしれないよね、減るかもしれない、これも今、実はジャームラインのいわゆるミューテーションが起こった中の一部のがんは治療ができるようになりましたので、遺伝性のものも治せるかもしれないという事例になってきますと、ひょっとしたら、急性期以外にも慢性期の対応ができるんじゃないかと考えています。 いろんなことが言われていますが1つの記事を示します。なぜじゃあ5年経って病気が出てくるか。1つ言われているのは例えばがん治療これアントラサイクリン、まあ、抗がん剤という有名な抗がん剤があるんですがちょっと毛が抜けちゃったりするんですけどもあと放射線治療なんかを当てます。両方当てますとこれ化学療法と放射線治療両方しますと非常に体に対して強く出ます。DNA が障害されてミトコンドリアも障害されますので、えー、がんも死んじゃいますが体も障害を受けるんですね。 でこのあたりの薬は実は長期間にわたって作用しますそうしますと心臓が悪くなるんですがそれに対して代謝規定が働いてなんとか持つんですが5年10年経ってきますともともとあった生活習慣病とかそういうリスクファクターが加わってこの潜在的なストレスが増えると言われていますで発熱とか感染症も契機になることが分かってますので要するにがんになった人はまたもう1回病気になる可能性があるということです油断してはいけないでも ちゃんとやっておれば大丈夫かなでも病院にも行ってないかもしれないという話なんですねじゃあどうするかもちろん通常のドックを受けてもらったらいいんですがやはりとりあえずです、ね、ハイリスクの方はぜひチェックを受けてほしいと考えていますもちろんがんの危険意思タバコ吸う人お酒飲む人肥満の人だめなんですがこう,う遺伝子性の使用の方がご家族の親ある方 ちょっと家族中なんか胃がんだらけとかそういう方はちょっと気になりますよね、あとサバイバーの方、1回がんになったわけですから体に傷がちょっと残っちゃってますよね、それをどう考えるか、やはりそれは専門的にチェックするしかないなと、我々は現在もこれを始めています、ただどこの病院でもできるわけではないんですが、こういう新しい発想で、特にリスクが高い方に関しては、ぜひこのコロナ時代でもですね病院にかかっていただきたい、ックを受けていただきたいと考えています。 当然この先制医療と言いまがんの発症予防早期発見もう1つはサバイバルに対しては晩期の合併症いわゆる二次性の発生するがんを治し,しましょう、えー、タバコを吸って喉頭がんになれば食道がんになって肺がんになりますよね大腸がんで MSI 肺の場合は大腸がんになって子宮がんになりますよねとこういうことが分かってますので早めに対応すればその二次性の発生がわ分かりますしもちろん晩期合併症、心臓性なんかも対応ができることが現在分かっています。 いろんなコロナウイルスはさまざまな、えー、我々にとっては大きな実験になりましたこれはがんサバイバーの長期フォローアップの体制というの論文なんですね何を言っているかというと要するにコロナが流行る前当然このサバイバーのフォローアップは対面の相談つまりお話ししながらフォローアップしたんですけどもあとは電話相談ですでメールがちょっとあってリモートなのでやってなかったんですよ当然ですねところが えー、コロナウイルス、COVID-19 に入りますともう病院閉まっちゃってるから全員リモートに変わりました。とにかく対面相談、で電話相談、メールはもう全然あかんかったことがこれで分かりました。でさらにようやく今これ回復しているんですが回復一部回復しましたらどうなったかもちろん対面相談が当たり前です面と向かって相談するんですけど実はリモートを覚えちゃったんでリモートもいけるんじゃないかという話になりました。電話も、OK、やっぱメメールはダメですメールルははでですなんで これは大きなヒントです。つまり実際に会えなくてもリモートでも行ける可能性があるということですね。これは最新の情報です。じゃあどうなるか。まとめのサイトなんですが、要するにリスクがこのにありますよね。で生活習慣病とか、今、遺伝の話をしましたね最初のこの。最初の時期どうするか。もちろんこれ治療しているのこれ我々がんセンターがやってますよ。えー、もうおそらく日本トップレベルです。でも、これ、じゃその前後どうなるのという話ですが、やはりここはですね。 最初のこの辺りはやはりプライマリーケア医の方にやはりこれはがんの予防を頑張ってもらう必要があるんじゃないかと考えていますリモート医療もありですそれから治療が終わった後は使用医がもうほとんど終わりますので内科の先生それから我々臨床使用循環器とかあとプライマリーケア医あとは外来のかかりつけ薬剤師さんなんかもらえるんですねリモートが使えますこれが基本的に新しい医療体制ですじゃあどこかどうするかさっきから言ってますように もちろん通常のドックはありですよ、まあ、リモートも活用しながら人間ドックで、まあ、特にこのちょうど井上先生もお話になりましたが、遺伝子性の使用ドックはどうかで、サバイバーはほとんどドックを受けていないんですが、ぜひこれ新しい提案です、サバイバーの方もやはり病気を防ぐためにせっかくか高いお金を苦労して、がんを治して、第2の人生を歩んでいるわけですけども、それをさらに楽しい人生にしたらどうかなと考えております。えー、これでで以上ですね、えー、最後宣伝ささせてください 当センターは今人間ドックをやっていますで生活習慣病がん、心血管病とおい、まあ、しいクオリティというんですけどもやはり高いレベルでドックさせてもらっていますさらに今ゲノムとか遺伝性の使用がんサバイバーに対しても対応できるように現在作っています。 ちょっと少々いっぱいなので大変なんですが、まあ、ぜひ、ここにクリックしてもらったらいいと思います。あと、今ちょっと私、今日時間がなかったので本当は話したいのがたくさんあったんですが、まあ、ちらっとこんなこともやってましてもしよかったらこういうところを見ていただきますと補足的な情報に載ってますので、えー、アクセスしてもらったらいいと思います。以上ですごごご清聴あありりががとととうううざざいいいいまましししたたはい、向井先生どもコロナのの影響と新しいドック検診の 形についてお話ていただきましたどうもありがとうございました、えー、どうもあの web で視聴の皆さんどうもありがとうございました今日はですね、えー、予防と癌の予防と検診ということですねまずは田淵先生に癌の環境的要因についてお話しいただきました主にタバコですねそれから次は井上先生に癌の遺伝的要因についてお話しいただきました えーまあ大腸がんとか乳がんとかお酒とかのテーマが出てきたと思いますでまあもうあのこの予防によってなんとかまあ自助努力というかまあなあんあとかこれをがんをですね予防していただいてそれでも運悪くがんになった場合はですね向井先生のお渡しされました検診でですね早期発見をするということでえがんを中に持っていきたいという。 全体の流れだと思いますし、向井先生は、がんの治療だけじゃなくて、その前後、トータル、一緒にわたる、がんの検診、がんに対する対策ということについても言及していただきました。 いやいやちょっとアカデミックなところがあったと思いますけれども、皆さんよく分かっていただいたんじゃないかなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。それでですね、次のです、ね、成人病公開講座は、6月に大腸がんについてというテーマで予定しておりますので、またよろしくお願いいたします。どううもありがとうございました